ギュンター・アップリーンは、ドイツ海軍の軍人、海軍少佐。第二次世界大戦初期における著名な U ボートエースの一人で、最初に、騎士鉄十字章を授与された U ボート艦長である。プリーンの指揮のもと、潜水艦 U-47 は30隻以上の連合国艦船、合計約20万トンを撃沈した。しかし、彼の飛び抜けて、 カツモトも有名な戦績といえば、イギリス海軍本国艦隊の本拠地、スカパフローに係留されていた戦艦ロイヤルオークを撃沈したことである。プリーンは、プロイセンのザクセン州、オスターフェルトに生まれ、ライプツヒで育った。1923年夏、ドイツ商戦隊に加わり、ハンブルクのフィンケンベアダーにある、船員養成所で3ヶ月教育を受けた後、サンボンマストの 前奏ブ船、ハンブルク号のキャビンボーイとなった。彼の最初の航海は、アゾレス諸島、ペンサコーラ、ホバート及びファルマスと渡るものだった。1925年10月、航空への航海中嵐に遭い、船はダブリン付近で座礁、放棄され、後に沈没したと発表された。プリンとクルーたちは、ブレーマーハーフェーンへ送られ、そこからハンブルクに着いたとき、 プリーンは船員の書類を受け取り、彼が船上で利用したもののコストが彼の給料の6ヶ月分を上回るものだったことが分かった。彼が一人前の船乗りを目指していたことは、彼がすぐに別の前奏法船、オルデンブルク号と契約したことに現れている著、ザラフィングカウ。ヨーストメッツラーはオルデンブルク号号に一般船員として乗船したとき、プリーンの片腕となった。 彼は、著書、ザ・ラフィング・カウ、ザ・ストーリー・オブ・ユー・69の冒頭で、プリーンと彼との関係は、当初、非常に緊張したもので、若い声員であるプリーンが、時々非常に厳しく、不公平だったと語っている。後に、彼らは、親友となり、一連の南アメリカの港に向かうことになる。彼は、航海士の免状と、無線通信士の免許を得て、 サンフランシスコ号の4等高級船員となり、ハンブルクを出たが、船は霧の中、ホーエベーク東大付近で他船と衝突した。見張り役だったプリーンは、取り調べのために、ブレーマーハーフェンにある海事裁判所会員審判所に、召喚されると、原因は悪天候のせいだと主張した。1932年1月、プリーンは、船長試験に合格したが、 オリからの世界恐慌のためドイツの船舶輸送業界も衰退しており、仕事を見つけることができなかった。彼はライプツヒに帰ったが、炎上会でも仕事を見つけられなかった。1932年3月、彼は国家社会主義ドイツ労働者党に入党した。8月、オスルニッツにてホークトベルクの国家労働法師団に入団した。1933年1月、 彼は、小ネ・に呼べが失われた後、商船要員の早急な増強が求められている中に、引き込まれる形で、ドイツ海軍に入隊した。プリーンは将校になるという強い願望を持ちながら、一般水兵として入隊した。彼は、訓練に耐え、軽巡洋関係にヒソベルクに配属となった。後に、キールで、U ボートの訓練を受け、最終的に、ブレーメンのデシマアクシャゾ選手にあった。 U-26 の第一当直士官として配属された。プリーンは順調に昇進し、1933年海軍士官候補生、1935年上級士官候補生、同じく1935年上位、1937年には中尉になった。1939年2月1日、彼は新型の有望というマイナス47の艦長に、 任命され、大員の事例を受けた。U-47 のスカッパフロー侵入1939年10月14日、プリーンは、水深が浅く、浅瀬の位置もわからず、水流が複雑で、かつ、守備隊に探知される危険を犯し、イギリス海軍の使用基地スカッパフローに侵入した。イギリス本国艦隊のほとんどが、海上に出ていたとはいえ、 プリーンは戦艦ロイヤルオークを撃沈して帰還、たちまち有名になった。彼はドイツ海軍軍人の中で初めて騎士鉄十字章を授与された。この作戦でスカパフローに侵入する者は志願者のみとされていたが、プリーンは躊躇なくこの任務を引き受けた。プリーンはスカパフローの王子の異名を受けた。U-47 の環境には鼻息を荒立てる。 お牛のエンブレムが描かれており、それはやがて第7潜水隊軍のエンブレムとなった。ドイツ海軍司令部により、プリーンが発射した合計7発の魚雷のうち5発は失敗だったことは秘密とされた。これは長年問題とされた震度調整と磁雷来システムの不具合によるものである。これら問題はドイツの潜水艦の利たちを長い間悩ませ続けた。 プリーンはスカパフローへの道、ギュンタープリーン海送録の中で、この攻撃について述べている。プリーンが沈没させた船の中には、英国の遠洋定期船、アランドラスター号もある。同船は抑留ドイツ人、イタリア人1200名とドイツ人、捕虜86名を、英国のリバプールから、カナダのセント・ジョンズの収容所へ輸送する途中であったが、 1940年7月2日の早朝、空移動の西75マイルのところで、彼の魚雷を受けて沈没し、800名以上が死亡した。犠牲者には、ユダヤ系ドイツ人法学科 HW ゴルドシュミットが、含まれていた。後の連合国輸送船団に対する紹介及び、襲撃の功績により、1940年、プリーンは、白洋付き騎士鉄十字章を授与されている。 その後まもなく、調査に昇進し、1941年5月7日、U-47 は、OB293 戦団を攻撃中、消息を絶った。U-47 は、イギリス駆逐艦、ウォルバリンにより、アイルランドにで沈められたと考えられているが、新しい調査では、ウォルバリンは実際は、UA を攻撃したことを示唆している。今日まで、 U-47 あるいは45名の乗組員に何が起こったか公式の記録はないが、嫌いに触れた機関が故障した、自らの魚雷の犠牲となった、あるいは考えようによっては、後のコルベット部隊による攻撃の確認されていない戦果に含まれるなど、様々な可能性が存在する。プリンの死は、しばらく、ドイツ国内には伏せられていたが、長期の不在が疑惑を招き、 ナチに歯向かって、上院ともども強制収容所に送られたという噂が流れたため、公表されるに至った。彼が会場にいたのは2年に満たなかったとはいえ、クリーンの記録は第二次世界大戦の U ボートエースの中でも高い。彼は238日を海で過ごし、30隻の敵戦登録トン数の合計で19万3808トンを沈めた。 ありがとうございます。